この部屋では今からですね、加地豊さんにご登壇いただきまして、ワードプレス利用者のためのオープンソースライセンス基礎と実務ということでお話をいただきます。加地さんはテクニカルライター、そして IT ライターとして IT ビジネスなどをテーマに解説文などを書かれたり、プログラミング学習のトレーニング支援などをしていらっしゃいます。またオープンソースライセンスの談話室というものも主催をしていらっしゃいます。本日加地さんにはワードプレスのライセンスに関して著作権との関係や OSS によるビジネスのヒントについて、分かりやすいお話をいただけるかと思います。ぜひ、お仕事につながるよう、しっかり聞いていかれてください。それでは加地さんよろしくお願いいたします。おはようございます。ご紹介いただきました加地と申します。私はワードプレスそのコミュニティってあんまり関わりが少ないんですけど、自分のブログなんかでワードプレスを使っておりまして、そこでこんな、ライセンスについて話す機会をいただいて非常に、ありがたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい。普段はライターをしておりまして、企業さんのマニュアルを作ったりですね、あとプログラミングの編集素材、あと広告文を作ったり、そんなことをするのと、こういうこれ電子書籍なんですけど、宣伝不足で申し訳ありません、知るように使うオープンソースライセンス、達人出版会さんというところで電子書籍からこういう本とかですね、出しております。あとブログでオープンソースライセンスの談話室なんていうのが、それを主催しております。法律の勉強家では専門家ではないですので、弁護士資格を持っているとかそういうことは全然なくて、あと普段はそのプログラム書くことよりも日本語を書くのが仕事なので、いわゆる職業プログラマーというわけではないんですけども、いろいろオープンソースのコミュニティってやっぱりドキュメントなんとかしたいねとかレポート書きたいねみたいな話があるので、そういったところのお手伝いを、いろんなコミュニティでさせていただいているという感じでございます。さて、今日のスライドちょっと画面がちっちゃいので、もしネットつながるようでしたら、オープンソースライセンスの談話室とググっていただくと、一応スライドがスライドシェアでアップしてありますので、それをお手元で見ていただいてもいいかもしれません。ただちょっとさっき少しいじってしまったので、後ほど最新版をアップし直しますけども、若干違うところとか文字のサイズが違っているところがあるかもしれませんので、そこはご承知いただければと思います。このスライドはですね、このページ以降クリエイティブコモンズっていうライセンスで提供してますので、自由にお使いいただくことができます。あとあくまで私が独自に調べたものですので、なるべく正確であるようにいろいろ注意をしてるんですけども、もしかしたら間違いが含まれる可能性があるかもしれませんので、もし実務でお使いになるときにはちゃんと、GPL のライセンス読み直してみるとかですね、可能であれば専門別 の, 自社の弁護士とか法務の担当者と相談してみるとかしていただくといいと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日の主題なんですけど、オープンソースライセンスの基礎と実務、ところを解説していこうということですね。特にワードプレスの場合どうなるのかというところを、ご紹介できればと思っております。でその時にやっぱり著作権って分かってないと、なかなかオープンソースって何、ライセンスって何、ワードプレスでどう使うのってなかなか分かんなくなってくるんで、著作権の考え方を、お伝えしておこうと。で著作権っていうとビジネスではやっぱり自分たちの、利益をどうやって守るのか、他の人の利用をどうやって制限するのかみたいな話が多いんですけど、本来の著作権って、他の人の作ったものを上手に使って文化への貢献と発展をどうやって促進していこうかっていう、本来は2つの柱があるんですね。なのでそういったところのバランスを取るっていうことをぜひご理解いただけるといいと思います。特にオープンソースライセンスはソフトウェアの再利用を促進する手段ですので、自分の権利、自分たちのビジネスで使っている権利を守ってほしいなら、当然相手の権利、ワードプレスが持っている権利とかですね、そういったものももちろん守って利用するってことになりますよねっていう話をしていこうと思います。はい。私の話ばっかりしててもちょっとしょうがないので、最初にせっかくですので、ちょっと皆さんどんな人が集まっているのかお伺いしたいと思ってるんですけど、自分は立ち位置はエンジニアだっていう方どのくらいおいでになるでしょうか。どうでしょうか。ありがとうございます。2回挙げていただいても結構です。デザイナー寄りの人だってどうでしょうか。ありがとうございます。ちょっと言われてますね、マネージメントや経営層って感じ、ありがとうございます。そういう人が多いですね。はい、ありがとうございます。その他っていう方、これ以外だなって、そういう方も出てますね。ありがとうございます。多分それぞれの立場の方に皆さんそうこうライセンスとかですね、オープンソースとかって
お役に立っていくところじゃないかなと思うんですけど、今日は、まあ、そうは言っても40分ぐらいなので、たくさん話が聞けるんですけど、著作権とライセンスの話をして、で改めてオープンソースとは何なのかっていう話をして、まあ、代表的なオープンソースライセンスの話をした後で、ワードプレスのライセンスはどうなっているのかっていうのと、まあ、ワードプレスによるビジネス上のヒントみたいなものを、ご紹介できればなと思っております。それでは早速最初にね、著作権とライセンスの関係、まあ、簡単に言うと、著作権、権利を持ってる人がいるから、権利を持ってる、権利があるから権利者はその利用を許可できる、ライセンシングできるっていうのが、著作権とライセンスの関係です。ネット上でワードプレスさん あのライセンスってあれどうなってるのみたいなブログの記事がいくつかあったんですけど、見てみると、著作権ってライセンス、著作権とライセンスって別物だよねっていう説明文がちょっといくつか目についたんですね。で、別物は別物なんですけど、単純に別無関係ってことではなくて、権利をが持ってる人が許可ができる、だから権利を持ってない人は許可できないし、権利を持ってないんだったら許可を受けた上でその著作物を利用するっていうのが著作権とライセンスの関係です。で、これは文章なんかもそうですし、それから画像とかイラストとか写真とかデザインされたものなんかもそうですし、もちろんソフトウェアもそうですし、ワードプレスもこれが該当するということです。はい、もうちょっと詳しい話をしてみましょう。著作権とは、まあ、日本では著作権法っていうのがあるんで、そこを引っ張り出してもいいんですけど、ざっくり言うと、作品の利用、主に複製をコントロールする権利です。作品の使い道って大きく作者が権利を持っているところと、自由に使えるところ、利用者が、自由に使えるところ、著作物を使う人が自由に使えるところに大きくざっくり分かれて、著作権の考え方では利用っていうのと使用っていうのを区別して考えます。これが大事です。利用って何かっていうと、本やなんかの場合は印刷したり出版したり、あるいはまあ編集したり修正したりっていう話です。単に本を読むだけのことは使用って言います。音楽の場合は録音をしたり演奏し、まあ、演奏したり録音したりね、あと修正する、なんかアレンジするみたいなものを、利用って言います。ただ聞くだけっていうのは使用っていうふうに分けて考えます。ソフトウェアの場合は複製したり配布したり、まあ、コードを修正したりっていうのを利用って呼んで、ただプログラムを実行するだけっていうのは使用、こういうふうに著作物では分けて考えます。利用と使用っていう言葉を区別してるんですね。これが大事なポイントです。はい、で、著作権を理解するポイント、まあ、いろいろたくさん書いてあって、ちょっとも細かいんですけど、一番のポイントは、著作権は利用を許可する権利なんですね。使用は許可を得なくても誰でも自由にできるんです。本を読む、音楽を聴く、コンピューターのプログラムを実行する、それは使用なので自由にできます。例えば道でストリートミュージシャンの人がいて音楽を弾いてます、歩いてたら耳に音楽聞こえてきますよね。聞こえてきたからって言って、私のオリジナルの音楽なんで利用料を払ってくださいってことはないわけです。あくまで聞こえてくるだけなんで、それは使用って考えて、自由にできる。本屋さんで立ち読みをする、本を読むだけでは、著作権侵害とかにはならない。ただお店で勝手に本を読んでるとかっていうのは、もしかしたら営業妨害って言われるかもしれないし、袋がかかってる漫画本をビニール袋を破って読んだりするのは、それは器物破損って言われるかもしれないし、スマホのカメラで本屋さんで買ってない本の写真を撮ってネットにアップしたりするのは、それは勝手に複製してネットに公開しているので、それは利用になって著作権侵害って言われる可能性があります。でも利用と使用を分けて考える。コンピュータープログラムの場合も、ただ実行するだけ、ワードプレスのサイトにアクセスしてブラウザーで表示するだけっていうのは単なる仕様で、何かの許可は必要になるわけではない。あと他にもいろいろあるんですけど、今日はちょっと時間がないので飛ばしますね。著作権、いろんなあのネット上でですね、あれは侵害じゃないかとか、あれはパクリじゃないかとか、いろんなニュースがあるんですけど、そういう時大体こういうポイントを押さえていると、あれは本当はどうなのかというか分かってくるんですけど、今日はちょっと飛ばそうと思います。はい、じゃあライセンスって何なのか。著作物などの利用の許可です。所有権じゃないんですね。例えば紙の本を買うと、紙は所有できますよね。自分の本棚に並べることができるし、自分のカバンに入れていって好きなところで読むことができる。だけど本屋さんで本を買ったからって言って、あなたにその本を出版する権利が出たわけじゃないんです。
あなたにその本を複製して自由にばらまく権利が生まれたわけじゃないんです。あくまで、著作権を得るためには別の許可が、著作権を物を利用するためには別の許可が必要になって、それをまあライセンス。電子書籍なんかの場合は電子データの利用許可なんで、ね、あくまで利用の許可なんで、配信されたものを手元にコピーしてもいいですよ、あるいはアクセスする権利ありますよって言ってるだけなんで、サービスが停止するとデータが消えちゃったりみたいな話が時々ありますよね。あれもデータの所有権にお金を払った、データの所有する権利を得たわけじゃなくて、データを利用する、自分がアクセスする権利を得ただけなんで、消えちゃっても文句は言えないよねっていうふうになります。はい、権利を持ってるから利用許可できる、こんなことですね。権利を持って許可を出す人のことをライセンサーと言います。まあ著作物なんかこう知的財産なんて言いますけど、まあ他にもですね、特許とか商標とかですね、こういったものを知的財産って呼んで、この人がその権利を持ってるんで、こっち側ライセンシー許可を受ける人に対して許可を出せます。 A っていう条件ならいいですよ、 B っていう条件ならいいですよ、本を紙の本で100部までなら印刷していいですとかね、映画化してもいいですとかね、なんかそういう許可を出す、これがライセンスで、その対価としてロイヤリティを払うとかっていうのが、まあ一般的なソフトウェア、ライセンスの関係ですね。さて、ちょっとソフトウェアの話にも行くので、一応まあ皆さんご存知だと思いますけど、ソースコードって何っていう話をしておこうと思います。まあ何らか人間が理解で、自分ができる理解できる形で、なんかこういうコードを書けますよね、人間が書く、まあ、最近は AI で自動生成みたいな話がもしかしたらあるかもしれませんけど、基本は、人間が作る。で、まあ、コンピューターはこれは直接は実行できないので、何らかの変換が入って、まあ、コンパイラーが動くとかですね、インタープリターが逐次解析するとかいろいろありますけど、コンピューターが変換して何らかのバイナリーコード、こういう01のコードに変換すると、まあ、この01を見てコンピューターこれは何を動かしてるんだって分かるか、人間にはちょっと難しい。できる人がいるかもしれませんけど、一般的には難しくて、代わりにコンピューターの側は、こういったバイナリーコードをまるでそろばんの弾を弾くようにですね、直接実行できるようになる。一般的なソフトウェアビジネスではオープンソースじゃない、マイクロソフトが言ってるような、オラクルさんがやってるような、一般的なソフトウェアビジネスではバイナリーコードの複製とか配布とかニュースとか実行を許可してソースコードは入手できませんよねっていうのが一般的なソフトウェアビジネスの、ビジネスモデルというふうになります。はい、なのでソフトウェアライセンスビジネスの基本形って話なんですけど、ソフトウェアの利用に対する著作権者の区分、ソフトウェアライセンスっていうのはソフトウェアの利用に対する許可なんですけど、パッケージソフトウェアって呼ばれているもの、オンプレミスのパッケージソフトウェアみたいなものっていうのは、利用の許可をしてるんじゃなくて、利用権、話す言葉がよくあるんですけど、自分のサーバーに何台までインストールしていい、複製していいとかですね、他のお客さんに、販売してもいい、配布してもいいとか、あるいは制限された範囲内で改変してもいいだけっていう利用権を買ってるんですね。で代わりに、なのでこういう、作者が権利を持っている部分の許可された範囲で、ソフトウェアライセンスの許可された条件の範囲で、利用ができると。で代わりにですね、よくあるのが本来自由に使えるところが制限されることがあるんですね。ちょっと字が小さいんであれですけど、あのソフトウェアライセンス、Mac の OS のライセンスとかですね、Windows のライセンスとか読んでいただくと、例えばリバースエンジニアリングの禁止なんてことが書いてあります。中を解析して、動作を解析して調べたりしちゃいけないですね。それからベンチマークを測定、その性能を測定して、サーバーなんかの性能を測定して、その測定結果を公表することの禁止とか、そういった条件が入っていることがあります。これらの条件は本来あの作者の制限をされないで自由にできるはずのことなんですけど、それ制限されてますよねっていうのが、実はソフトウェアライセンスのライセンスビジネスの実態の姿ですねという話です。でオープンソースはまあ逆にそういうライセンスビジネス、あんまりやられるとエンジニアとしては不自由だよねっていう話があるんで、じゃあ、もっと自由に使える、ライセンスビジネスを作ろう、ライセンスを作ろうっていうところが始まってますね。でよくある誤解っていうのを、まあ、一応書いてみたんですけど、ソースコードを公開したら全て OSS、 オープンソースソフトウェアですね、
OSS は必ず無料で配布しなければならないとですね。OSS を改良したら OSS として公開しなければならない。いろんなことを言われるんですが、これよくある誤解です。私も最初の頃オープンソースとかに初めて接した頃ってこういう誤解をしてたんですけど、どこが誤解なのかっていうと、この黒い太字の全て OSS、 必ずとかですね、公開しなければならない、こういうのが、誤解なんですね、というあたりをちょっとご紹介していってみようと思います。オープンソースとは誰でも自由に利用できるという条件でソースコードの利用を許可するんです。でまあその利用できるっていう条件は何かっていうと、まあ、オープンソースの定義っていうのは基本的にライセンスが準拠してるんですけども、なのでソースコードを公開するだけではオープンソースとは普通言いません。ただ読めるだけではダメで、それを自由に利用できなきゃいけないんですね。自由に利用って何かっていうと、複製したり配布したり改良したり、そういうことが、ソースコードをただ読めるだけでは、読んでも改良しちゃいけません、読んでも他の人に複製しちゃいけません、読んでも他の人に配布しちゃいけませんっていうのじゃ困るんで、その公開されたソースコードを複製する、配布する、修正するっていうのが自由にできるのがオープンソースです。なので、まあ、先ほどのソフトウェア一般的なライセンスビジネスの話と比べると、ライセンスを得ることで、自由にできることがちょっとガーンと広がるよね。まあ、普通リバースエンジニアリングの禁止とかそういうことは書いてないので、エンジニアがもっと自由にいろんなことをして、技術革新みたいなことをもっとやろうとか、そういうことがもともとの根底にあるので、そういう制限を加えることは基本的にはないですね。はい、オープンソースの定義、これもすいませんちょっと字が細かいんであれなんですけど、オープンソースの定義っていうのが、そのオープンソースの言葉ができた時からありまして、いろんなことが書いてあります。例えば利用者がソフトウェアのコピーを作り、それを配布できるとかね、ソースコードを入手できる、改変できる、さっき言ったようなソースコードの自由みたいな話があります。だから元と同じ条件で配布を許可できる、ちょっと言い回しがややこしいんですけど、必ず改変したものをオープンソースにしなきゃいけないという意味ではなくて、元と同じ条件で配布を許可できるなんで、同じ条件で、配布することもあるし、しないこともある。これライセンスによって違っています。ワードプレスは GPL なんで、 GPL だけ勉強すると、あ、そういうふうに必ずしなきゃいけないんだなってなるんですけど、オープンソースはそうじゃないライセンスもたくさんあるので、それ一個ずつ区別した方がいいでしょうって話で、それからあとその他にオープンソースから備える条件っていうので、例えば個人もしくは団体に対する差別をしないこととかですね、使用する分野に対する差別をしないこととか、まあ、例えば個人もしくは団体だと、まあ、これいろんなあれで語弊があるかもしれないけど、まあ、例えば北朝鮮の人は使っちゃいけない、例えば、戦争には使わないでくださいとか、原子力発電所では使わないでくださいとか、そういう条件は使用する分野や使用する団体を制限しているので、オープンソースではそういう条件、そういう政治的な条件を入れずに全部フラットで誰でも自由に使えるようにしましょうっていうんで、普通はこういうのが入って、こういう制限は入っていません。はい、まあ、その他にですね、これまた細かいんであれですけど、まあ、無保証って書いてあるとかですね、配布時には、著作権表示と面積条項、ライセンス防止文書を含めてくださいって書いてあるとか、ただ、まあ、どこに含めるかはライセンスの条件違っています。それからコピーレフト方式を採用していることがある、GPL はワードプレスが備えている GPL はコピーレフト方式を採用しているんですけども、そうじゃないライセンスもあります、あとは、まあ、ちょっと今日は時間が足りないので飛ばしてますけど、最後に商標、ライセンス以外の条件で制約される場合があります。ワードプレスっていう言葉は日本ではワードプレスファウンデーションによって商標登録されているので、勝手にビジネスに使っちゃいけません。後で話をますか、ちょっと触れますけども、ガイドラインがサイトに載ってますので、ぜひ確認いただくといいと思います、はい、でコピーレフト GPL はこんなのを持ってるんですね、簡単に言うとこんな条件を持ってます、ソースコードの下記の条件で提供しましょう。まずソースコードを、入手可能にして複製配布修正を許可する、ね、利用を許可するんですね。で派生ソフトウェアも同じ条件で提供する。派生ソフトウェアっていうのはその元のソフトウェアを変更したり、あるいはその一部を別のソフトウェアに追加したりっていうのを派生ソフトウェアっていうんですけど、それも同じ条件で提供する。なので派生ソフトウェア作りました、誰かに渡しました、
で同じ条件で提供するので、その新しい提供された新しいソフトウェアもソースコードを入手可能にして利用許可をして、その上で同じ条件で提供してね、またそのソフトウェアを受け取った人がまた改良して配ると、それも入手ソースを入手可能にして利用許可して同じ条件で提供って書いてあるので、またこれがずっと続いていくっていうのを、こういうのをコピー力で、これが GPL の 2.0 の中には入っているので、ずっとそのソースコードを入手可能にして、利用許可してっていうふうになります。ただ必ずオープンソースソフトウェアはネットで公開しなきゃいけないって書いてあるわけじゃないですね。あくまで、誰かにバイナリーコードとか、システムを渡したらソースコードも必ずつけて、それを自由に利用するっていう許可もつけて、で他のさらにその別の人に渡すときには同じ条件にしてくださいねって書いてあるんであって、必ずネットで公開しましょうって書いてあるわけではありません。はい、もう一つ、コピーレフトの対象とみなす範囲っていうのがライセンスごととか、あるいは後でも出てきますけど、ソフトウェアによって違っています。 GPL だけ調べてるとなんかコピーレフトってなんか難しいこと書いてあるぞ、オープンソースってややこしいなって思いがちなんですが、オープンソースが全部そんなわけじゃなくて、例えば MIT ライセンスっていうのがあるんですけど、コピーレフトは持ってません。なのでソースコードを公開しろ、他の人に自由に使わせろ、修正したものも自由に使わせろっていう条件は入ってないです。アパッチライセンスも入ってないです。コピーレフトが入ってないです。で MPL、 これモジュラパブリックライセンスっていう、あの Firefox とかに使われているライセンスなんですけど、それから Java の開発環境とかの Eclipse っていうのがあるんですけど、あれが大体メイクビューじゃありませんけど、よく似たライセンス、これは修正版とかですね、追加モジュールはコピーレフトにしなきゃいけないんだけど、プラグインみたいなもので動的にリンクする、あるいは静的にリンクするとかっていうのはコピーレフトの対象とは見なさないです。 LGPL っていう、C とかのライブラリーなんかに適用されるライセンスは、静的なリンクも、ライブラリーってあの C のプログラミングとかだとライブラリーをリンクして使うので、そういうリンクした時には、コピーレフトの対象と見なさないものになってます。で GPL は、修正と追加、静的なリンク、動的なリンク、ここまでを見なすんですけど、自社のサーバー上で実行するだけの場合は、改変版を公開しなきゃいけないとか、ソースコードの、ソースコードを公開しなくちゃいけないとかっていう条件は実はありません。なので自分とこのサーバーでやる分には、ワードプレスの場合も自分とこのサーバー、自社のサービスの上で、何らか修正して、そのサービスの結果を提供する場合にはソースコードの公開の義務はありません。それじゃあちょっと緩すぎるよねっていうような立場があるので、最近は AGPL っていうのがある。これはウェブサーバー上で、実行した場合、自社のウェブサーバー上で実行した場合なんかも、ソースコードの公開の義務があるっていうふうに、こういうふうにライセンスの種類によって分かれています。それから何を派生ソフトウェアとみなすか、ライセンスだけじゃなくてプロダクトによっても違っています。今日はワードプレスなので、ワードプレスのテーマはどうなるかって話なんですけど、ソース、ワードプレスのテーマはこのソースコードを追加、ワードプレス本体のコードの一部をテーマに追加するって考えるので、これ派生ソフトウェアとみなします。なのでワードプレスのテーマは GPL バージョン2またはそれ以上のバージョンで提供しなきゃいけないってなる。これ多分議論の余地ないと私は思います。スプリットライセンスとかあるので、どんな時にはどうなんだっていうのは当然あるんですけど、基本的にはワードプレスのテーマ、実用的なワードプレスのテーマっていうのはこういうふうな原理になってるので、GPL2.0 またはそれ以降提供する必要があります。代表的なオープンソースライセンスっていうのをご紹介してみようと思います。オープンソースっていろんなたくさんライセンスの種類があって全部同じじゃないんですね。ワードプレスは GPL バージョン 2.0 が適用されているので GPL の話なんですけど、オープンソースのことだけ調べてワードプレスのことが分かったかってそうではなくて、これはオープンソースだから何、これは GPL だから何、これはワードプレスだから何っていうのを区別しないといろいろごちゃごちゃして混乱すると思います。いくつか代表的なライセンスをご紹介してみようと思います。まずは、
MIT ライセンスですね。ものすごくざっくり書くと条件これだけです。 GPL ってすごい長いじゃないですか。いきなり読むとわけが分かんないですよね。特に最初のところの政治のなんか宣言みたいなのがあってよく分かんないんですけど、あれいきなり読むと挫折しやすいと思います。 MIT ライセンス非常に単純です。こんだけです。最初に著作権の宣言、コピーライト、マルシーイヤー、コピー著作権者となって以下の条件を満たす限り自由な複製配布修正を無制限に許可するみたいなことが書いてあります。以下の条件で何かっていうと、上記の著作権表示と本許諾書をソフトウェアの複製または重要な部分に記載する。上記の著作権表示っていうこれのことですよね。それから本許諾書ってこの文書全体のことです。これをソフトウェアの複製または重要な部分に書いてあればそれで OK。 よくあるのはいろんなオープンソースの、MIT ライセンスのサンプルコードだとソースコードのヘッダー部分にコメント文で、これは MIT ライセンスうんぬんかんぬんって文章がさもうドンと貼ってつけてあるだけみたいなんですけど、あれで十分です。で、その2つ目の条項は本ソフトウェア無保証なんで自己責任で使用してくださいっていうのが法律用語でずらずらずらっと書いてあるので、まあ、よく読むとこのようなことが言ってます。コピーレフトはありませんし、特許に対する何らかの、制限っていうか許可は、書いてありませんし、修正版をオープンソースでない別のソフトウェアに組み込んで組み込んだとしてもソースコードの公開は不要です。こんな風になってます。なので非常にシンプルですね。ただ自由に使えますよねっていうことだけが言っている。アパッチライセンス、MIT ライセンスの方も同じ内容で、これも配布時には著作権表示と面積情報を含めます。このソフトライセンスのコピーも渡すこと、ノーティスに相当するテキストファイルが含まれている場合はそこに含まれている帰属告知のコピーを残すこと、普通のここにあのコピーライトホルダーうんぬんかんぬん、それを修正した人たちのコントリビューターの名前がずっと残ってたりするのでそれをちゃんと残しておいてくださいね。特にコピーレフトはなくて、アパッチの、それからアパッチの名称や、広告やソフトウェア名として許可なく使用しない。アパッチって一番有名なのは多分アパッチの HTTP ウェブサーバーなんですけど、それを、取り込んだ製品にアパッチさんとかウェブサーバーみたいな名前を勝手につけちゃいけませんってなってるわけですね。それから特許条項っていうのはこれありまして、対象ソフトウェアを利用する場合に限り含まれる特許も自由に利用できるって書いてあります。それから、特許訴訟を起こしたらライセンス停止します、全体のライセンスを停止しますって書いてあるんですね。で、これ特許条項って GPL の2にも書いてあるんですけど、書き方が違うので GPL2 と互換性がない、同じ内容じゃないって言われてるんですね。そのためにアパッチのライセンスっていうのは GPL と混ぜたり、両立させたり、することができません。はい。で、GPL、GNU General Public License っていうのが正式名称なんですけど、あのちょっと変なので改行してますね。MIT ライセンスとかアパッチライセンスの協力で、まあ、コピーレフトがあるのが一番大きいところですね。それからバリエーションがちょっと多いんですね。単に GPL って言っても種類があって GPL2.0、3.0、AGPL の 3.0、 あと、LGPL、ちょっ と、コピーレフトの強さを弱めた主にライブラリーなどで使われる、ライセンスで 2.1、3.0 なんていうのがあります。ワードプレスはこの 2.0 です。なのでこれも GPL だけ何か調べたりするとよく分かんないことになるのでまず区別する必要がある。GPL 2.0 の特徴だけちょっと紹介してみましょう。バイナリーコードを誰かに提供したらその相手にソースコードも入手可能にする。ネットで公開しなきゃいけないって書いて、ソースコードをネットで公開しなきゃいけないって書いてあるんじゃなくて、普通納入するものってバイナリーコードだけだったり、まあ昨今も PHP とかは違いますけど、昔は C でいろんなソフトウェアが作られてた時代はコンパイルした結果だけ提供するみたいなのがあった。そうするとバイナリーだけだよね。そういう人たちにバイナリーだけじゃなくてちゃんとソースも渡しなさいね。その渡したソースには著作権表示の面積条項を含めるのと、その、ソースを受け取った人、修正版のソフトウェアを受け取った人がソースコードを入手して複製、改変複製配布も許可しなければならない。その上で、同じ条件で提供しなければならないってなってたんで、その受け取ソースを受け取った人がさらに自分で改良して別のお客さんに提供復習修正版を渡すみたいなことが可能になる。あと特許条項はソフトウェアの特許を受け入れるもの、受け入れを認めるものではなく問題が起きたらソフトウェアの利用許諾を停止するのが可能であって、アパッチライセンスとちょっと文章が違うのでこれあの同じじゃないよね。それから、GPL の 3.0 って 2.0 の後のバージョンとか文章、 GPL の 3.0 はアパッチに合わせたんですよ。
そのせいで GPL の 3.0 と 2.0 は特許条項について互換性がありません。なので何でもかんでも 3.0 なら本当はいいのかっていうのは運用上はいろいろな、確認するべきところがあります。あと、条件追加することがあるんですけど、既存の条件と矛盾する内容は、追加はダメっていうふうになっています、はい。あと、まあ、参考にクリエイティブコモンズなんていうのもありますよね。プログラム以外のテキストとか音楽とか映像とか画像が、対象で、ライセンス条件をいろいろ細かく設定できるようになっています。まず著作権表示あり、 BLEFT のありなしとかですね。あと商用利用を許可するとか商用利用禁止とか作れるんですね。それから改変の禁止とかっていう条件があるんですね。でこれがあると、オープンソースの分野の禁止とか、改変の禁止ってオープンソースではやらないので、これがオンになっているものはオープンソースとちょっと互換性がないよねというふうになります。親子さん、はい、ようやくワードプレスの、ライセンスの話になってきました。あと10分というのは、ね、頑張っていきたいと思いますけどワードプレスの利用、許可条件は GPL のバージョン 2.0 です。で具体的には何て書いてあるかというと、あなたは派生ソフトウェアを GPL バージョン2またはそれ以降のバージョンで提供できるって書いてある。ここがポイントです。 GPL バージョン2またはそれ以降のバージョン、世の中にはこれとは違う書き方をしてあるソフトウェアもあって、例えば Linux カーネルとかは GPL2 のみで提供できるって書いてあるんで、ちょっとテクニックが違うんですけど、今日はワードプレスの話なので、これをもうちょっと話しましょう。特にテーマ、プラグインのライセンスですね。本体のテーマの中で本体の関数やフックを呼び出すなら、ワードプレスの派生ソフトウェアになるので、テーマは GPL2 またはそれ以降で提供しなければならない。ワードプレスのテーマを作るときって、普通は何らかの関数を、ワードプレスの本体側の関数を呼び出して使いますよね。でそうすると、こっちの関数の一部がここに入ってきちゃうことになるんで、これはもう、ワードプレス本体の修正版になるので、じゃあこれも GPL2 またはそれ以降で提供しましょう。GPL2 またはそれ以降っていうのは GPL3.0 か AGPL3.0 のことです。ただし、これ作って渡したからといって、導入作業を無料にしなきゃいけないとかじゃないですよね。テーマを導入するんだったら有償にしてもいいし、それから、テーマの中に含まれる画像とか CSS とか JavaScript とか、HTML コードとか、そういう、あるいは、HTML の中の、テキスト部分とか画像や文章の利用条件は GPL じゃなくてもいいです。それから自社サイトに設置しただけだったらテーマの公開意義もないです。これさっきの GPL の話と、はい、でもうちょっと細かくすると、ワードプレスさんでは 100% GPL っていうのとスプリットライセンスっていう言葉があって、テーマここからここまでドーンと全部ひっくるめて GPL を適用したものを、100% GPL と言いましょう。独自の利用契約とか追加しちゃダメですし、 MIT ライセンスや Apache ライセンスもダメです。でただし画像とか HTML とか CS とかってこの、本体側の、PHP のコードを呼び出しているわけではない部分っていうのを分離して、そこだけ別のライセンスを作ることを、可能です。それをスプリットライセンスっていうふうに呼んでいます。ただ、ワードプレスのコミュニティとしては 100% GPL を奨励しているので、ぜひこっちを採用してください。何らかイベントとかコミュニティの活動に参加するときはこっちじゃないと受け付けませんみたいなことは時々あるんですね。はい、ちょっとオープンソースとかを調べていたり、GPL を調べていると混乱することがあるんですね。コミュニティによって用語が違ってて、特にワードプレスでは GPL 互換ライセンスって言葉がちょっと他のところとずれてるような気がします。何かっていうと、普通は GPL 互換ライセンスって GPL と両立するライセンス、 GPL と解雇のライセンスのことを指す。例えば MIT ライセンスとか BSD ライセンスとか LGPL 2.1 とか、そういったものは、GPL よりも条件が緩いので、コードを混ぜても平気なんですけど、みたいな説明がフリーソフトウェアファウンデーションのページに、あるいは Wikipedia とかに書いてあるんですけど、ワードプレスコミュニティはね、これを GPL 互換って言ってないんですよ。こっちを言ってる。 GPL バージョン 2.0 またはそれ以降のバージョンのことをワードプレスコミュニティでは GPL 互換ライセンスと呼んでて、それ上位互換で、
MIT ライセンスやアパッチライセンス、LGPL は含んでないんですね。なので一般のオープンソースの説明とか GPL の説明とか読むときは、あ、これ言ってることが違うぞっていうのを気をつけた方がいいと思います。今朝もあのワードプレスのこのイベントの主催の人とちょっと情報交換してたんですけど、見たらあのワードプレスの、ページでこっちの説明文の話のはずなのに、こっちの側のページにリンクが貼ってあって、それ違うんじゃないですかねみたいな話をしています。はい、というわけであと5分、ワードプレスによるビジネスのヒント。まあね、ワードプレスってシステム構築とか運用とかすると普通こんな風にやるんじゃないかと思います。まあ、ハードウェアとかネットワーク提供、 AWS さんとかホスティングサービスのデータセンターさんの自分たちが提供してるんじゃなければ、そこは提供モードのビジネスですよね。ここで儲けるわけではないんだけど、まあ、手続き代行みたいなもの自分たちでできますよね。ここで取れる。でそのサーバー上で動く Linux とか Apache とか MySQL とかそういったものも、これもどこらか開発されているところ、あるいはプロジェクトから提供されるものなので、ここで取るわけじゃないんだけど、そのシステム構築はワードプレスの事業者さんが当然取るんだと思います。だからワードプレス自身も、著作権者はワードプレスファウンデーションのコントリビューターさんたちなので、この人たちのところが対価を、そのライセンスの対価を取るわけじゃなくて、その上のワードプレスで、サイトを導入構築設定するとか、テーマプラグインの開発、したりとか、あるいはコンテンツ運用の設定とか変更みたいなところを皆さんビジネスをされるんじゃないかと思います。テーマのプラグインの開発も開発作業の委託部分は別に請求しても構わないですね。ただ納入物は GPL のバージョン 2.0 またはそれ以降になるので 2.0 と渡して、でも委託メンテナンスしてほしいっていう委託作業はまた別途作業料を取ることができるというふうになると思います。ビジネス利用のための参考資料っていうので、経済産業省さんにオープンソースソフトウェアの利用状況調査っていうのが2003年とか5年ぐらいにあって、そこに、情報を使用してもモデル取引契約書、 SIR さんが受託開発企業さんが発注先と交わす契約書のひな型っていうのが公開されてて、そこにオープンソースソフトウェアについて言及されているので、ぜひ見ていただくといいと思います。あとはコミュニティっていうことが大事なんじゃないかなと思います。ちょっと、オープンソースっていうとコミュニティの話とライセンスの話がどうしてもちょっと混ざってきちゃって、これ今コミュニティの話してますよねとか、今ライセンスの話してますよねって時々なることがあります。今日はずっとライセンスの話をしてきたんですけど、コミュニティでの評判が、自分がワードプレスのコミュニティではあの分野ではあの会社が一番、ね、あの人の話を聞けばいいよねってなる、そういう評判が自分たちのビジネスに影響を与えると思いますし、コミュニティ自体が評判が高いところで、ワードプレスって強力だよね、いいソフトウェアだよね、サポートする事業者たちが非常にいいよね、そういう評判が自分たちのビジネスの強化にもつながると思いますので、ライセンスだけじゃなくて、そのコミュニティの評判、中での評判、コミュニティ自体の評判っていうことを高めるのが、皆さんのビジネスにつながるのではないかと思います。というわけであと1分ってなったので、どうしようかな、ちょっと読んでおいてもらうといいかなと思いますが、いかにやってみましょう。ありがちな質問、ね、今日、ね、いろんな話をしてきましたが、まあ、まとめです。著作権とライセンスの関係は、著作権を持つ人が利用を許可できる、ライセンスできる。ワードプレスの場合はワードプレスファウンデーションが、ワードプレス開発プロジェクトの、コントリビューターが著作権者なので、その人たちが利用許可をする。ワードプレスはのライセンスというのは GPL 2.0 またはそれ以降に従ってね、提供するにこれに従ってねってなってますね。ワードプレスのコントリビューターだったらライセンス変えてもいいの？多分ダメです。なんでかっていうと、一人の同意ではなくて、一人が勝手に変えることはできないですね。全員の同意が必要だからです。だから、ワードプレスのコントリビューターさん全員の同意があって、なおかつワードプレスの元になった B2 っていう CMS の著作権者さんが、じゃあ変えますか、変えてもいいよワードプレスはっていうふうになったら多分成立するけど、まあ多分現実的ではないでしょう。自社サーバーに設置した場合、派生ソフトウェアも公開するの、これは不要です。 GPL は自社サーバーの場合は、誰かにコードを提供してるわけじゃないので、バイナリーコードを提供してるわけじゃないので、不要です。お客様サーバーに設置した場合は、それを GPL またはそれ以降提供しなきゃならないので、ソースコードも提供するっていう義務が発生します。はい、
あともう一つテーマやプラグインを作ったら、関数やフックを呼び出すんだったら GPL2.0 になってますということで提供しますねと、画像やテキストなどをスプリットライセンスで提供することができます。あとワードプレスの名称を広告宣伝で使っていい、使える場合と使えない場合があって、一般名称としてサービス名の中に読み込むのはセーフだそうです。ワードプレスさんのトレードマークのページに書いてあります例ですけど、イロハウェブサービスってあって中小企業向けワードプレスコンテンツリングサービスみたいな書き方だったらセーフだそうです。ただしイロハワードプレスコンサルティングみたいな会社名にするのはアウトだそうです。ぜひこういったページ確認してみてください。からどうやってビジネスすればいいんでしょう。まあ、さっきも言いましたけど開発作業や運用作業の作業量を取るのは全然セーフだと。システム構築の、技術量とかね、でもライセンスビジネス、ソフトウェアライセンスビジネスっていうのは多分、まあ、ワードプレスに限らないですけどオープンソフトウェアを主体にする場合は、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。自分たちのところを得意なところをどうやってスプリットライセンス分けるとかそういうことを考えないといけないので、多分それよりも、テーマやプラグインとかどういう公開するとかですね、こんな構築事例自分たちの得意なことはこういうことですよっていうのを公開して知名度を向上させるとかブランディングにつなげることの方がよりワードプレスのコミュニティを豊かにすることになり、自分たちの強みを、アピールすることになるんじゃないでしょうか。というわけでちょうどごめんなさい11時2分ぐらいになってます、申し訳ありません。ご紹介してまいりました。オープンソース、ソフトウェアの再利用を促進する手段ですので、ぜひ自分たちの権利を守ってほしい、ビジネスの権利を守ってほしいんだったら、ワードプレスの権利を守りながら使っていただくのがいいんじゃないかと思います。ちょっと時間なく超えてしまったのでご質問の時間を受けることはできないんですけど、この後の、ネットワーキングルームの隣の J のところにおりますので、もし何かご質問などありましたらお声をかけていただければと思います。長々ご清聴ありがとうございました。はい、勝さんありがとうございました。